わちゃわちゃホロスターズ。さあ今日も始まりましたわちゃわちゃホロスターズー。はい、大丈夫ですか。いや、え、今日は2人でやるのかな。ちょっと大丈夫ですか。大丈夫ですよ。はい、MC をさせていただきます、うん、ホロスターズ1世かなでいずると申します。よろしくお願いします。お願いします。そして今日もホロスターズからいろいろなメンバーが集まっています。ホロスターズ2期生のアステルです。はい、よろしくお願いします。お願いします。からのちょっと、はい、2回目なんで、1期生の、はい、リッカです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということでね、本日はまあこの3人で、うん、まあつつましくお送りするんですけれども、つつましくね、改めてこの番組のね、趣旨を説明させていただきます。この番組は、はい、いろんな企画に挑戦しながら、ホロスターズの新たな魅力を多くの人たちに伝えていこうという番組でございます。うん、まあ思えばね、わちゃスタでのこの組み合わせはま初めてかなと思うんですけれども、まあ、確かにそうね。まあ、この組み合わせといえば、うん、まあ、2周年ライブの Day 1のね組み合わせでございますよ。うん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 。まあ、が Day 2が、ゆるすたからの、Day 3が阿部さんとシエンとオーガの組み合わせなんだけれども、まあその、はい、わちゃスタに関して言えば僕あんまり出たことがないはずなんですけどね。ああ、そうなんね。そうなんですよ。確か、まあそうだね。お二人結構出てらっしゃるような感じがするんですけれどもね。そうですか。いや全然です。全然ですか。あ、全然です。まあこれからね、長い目で見るとね、まだ何回も何回もありますからね。まあそういう意味で言うと、まあなんか全然なのかもしれませんけれどもね。まあじゃあちょっと、うん、まあ早いですけれども、ではまずこんな企画をやっていきたいと思います。仁義なきあるあるタイマー。仁義なきあるあるタイマー。まあね、こちらのタイトルになかなかね、うん、聞き覚えはないと思うんですけれども、これから皆さんにはね、シチュエーションを指定して、両者であるあるを披露してもらいます。そしてどちらが良かったか、プレイしていない審判がジャッジをしていくというコーナーでございます。まあね、そのお題の方ですね、いろいろあるんですけれども、うん、まあ、例としてはですね、うん、休日のアウトレットあるあるみたいな、お父さんがめちゃめちゃ疲れてるみたいなね、まあそういった形でその各々、2人でね、なんか、うん、はい、すごい出だしてきたな、うん、そうなんですよ。ね、どちらのあるあるがよりあるあるかみたいな。あーね、じゃあちょっと、まあ、あるあるのシチュエーションのね、例が、例というか案がたくさんあるんですけれども、ほう、じゃあちょっとお題の方を開けさせていただいてもいいですかね。これもういきなりファーストバトル、いきなりファーストバトルでございます。ジャッジは誰なんですか。じゃあちょっとジャッジはこのまま私がしてもよろしいでしょうか。はい、了解です。はい、怖いな。1回目だから、まあそうそう、もうちゃんとね、こちらには仁義あるんで。でも君のジャッジを参考にしてやるからね、この後。まあ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 、そうね、基準値を。結構責任重大なポイントなんです、うん、責任重大よ。わかりました、頑張ります。すげえのぶっ込まれたねだな。それではお題オープンでございます。ホロスターメンバー舞台裏あるあるということで。舞台裏ある、舞台裏、舞台裏か。だからコラボとか、まあ、配信おのおののね、ソロ配信もたくさんありますけれども、うん、そうじゃなくて裏での、まあ、やり取りだったりとか、まあその、ね、お互いに電話してるとかたくさんあると思うんですけれども、はい、そちらの方で、あるあるをね、よりあるあると。好きだな裏を掘り下げるの。まあね、その視聴者の方もね、まあその見て、見えていない部分のこともね、結構気になるのかなと思うんですけれども、お二人、はいはい、答えていただきたいんですけども、あるあるあるでございます。これなんかどっか記入した方がいいですよね。はい、よろしくお願いします。わかりました。じゃあ先行後攻は決めたいんですけれども、なんか先行僕行くよみたいなあれば。ちょっとまだ思いついてないからな。そうだね、とりあえずちょっと書いて時間が欲しいよね。はい、じゃあちょっと、うん、外の自販機に飲み物買ってくるわ。すごい悠長な動きしようとしてるやん。お前のシンキングタイム独特だな、めちゃめちゃ長いの。まあ、結構俺これいろいろあるかなって思うんだけど。ああ、うん、どうですか。あ、オッケー。お、りっかちゃんはなんかもう思いついたっぽいね。あ、それ同じこと書こうとしてた。もういいじゃん。じゃあもう、もうダブル優勝で、もうダブル優勝でいいよ。もうこれ叩き合いよ。どうしよう、もうこれ僕バトルできんもんあって、それ最初に思いついてさ、僕妥協したってことじゃん。俺以外なんかパッとないよな。いや、まあそれは なんか意外とね、あるあるどちらもなんか、あ、じゃあもしかするとってことですか。いや、まあ一緒なんだろうな。僕はそれない。な、ね、僕はね、最初それだったの。もうそれだった。なるほどなるほど。どうしようかな。じゃあちょっと、うん、そしたらホロスターあるあるやもんね。まあそうなん、舞台裏ね。あとあるかな、もう一個ぐらい、うん、もしかしたら俺が考えてるのも同じなのかもしれない。俺がパッと思いついたの。はい、いや一緒でしょう。これ僕これね、
本当になんか、なるほどね、そう一緒にやってる人しか分からん気がするけど、はい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 、僕じゃあこっちにします。あーはい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 、あ、いいですね。じゃあということで、じゃあ先行は、はい、じゃあ先に思いついたりっかちゃんの方からで、わかりました、はい、ですかね。はい、それでは先行、りっかちゃん一つ目、オープン。配信終わり長時間通話しがち。いやそうなんだよね、これ、ね、まあ、これ本当にあるあるというか、まあ、毎回な気は、これあるあるとかマジなんだよな、うん、毎回な特にね、うん、僕とイズル君がいた回はもう、うん、もう止まらんからね。だからなんか俺とアステル君がいてパッとそこで解散したことは多分一回もないんじゃないかな。一回もない。そのまま絶対2時間3時間はそのままずるずるゲームやるみたいな。少なくても少なくともよ、マジで。まあ大体朝までみたいなこの話でいくとさらに追加するんだったら、はいはい、配信時間より長時間通話。まあそうね、そう1時間の配信に対して3時間ゲームやるみたいな感じ。あーよくあるわ。まあまあまあ、これ結構あるあるでございます。あるね。じゃあそれでは高校、アセル君よろしくお願いします。はい、何で書きましたっけ。僕はですね、はい、開始直前まで別の話題話しすぎて。まあこれね、あ、まあ、そうね、なんかそのこれね、うん、なんかどうぞ集まるじゃん。はい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 。で大体みんなまあ15分とか10分前とかに集まるんだよ、うんうん、でなんか最初にさ、ジョローとさ今日こんな感じでやろうねみたいな話するじゃん、うん、そしたらさなんか5分ぐらい余るじゃん。まあそうね、まあそうだね。 そう、そしたらそっから大体あの最近さ うまいご飯屋さん見つけたんだけどさとかさ、なんかあのそういうなんか最近の日常の話が始まって、うんうんうん、で気づいたら例えば12時開始とかだったらもう12時まで話してるみたいな、まあ、あるね。で誰かがもう時間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 とか言って、そっから準備したりするんだよね、ちょっとした。まあこの最初のあの配信の前の 1,2 分はそれってことだね。だからそう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 遅れてんな、ギリギリまでギリギリまで話しちゃうせいで結局なんかそのちっちゃい準備で3分遅れるみたいなそう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 、これ結構あるあるですね。うわ、どこれも結構あるあるなんだよ、ね、これちょっと。いやこれむずいよ、これむずいよ、どっちも本当にそうだから。そうそうそう、これ偽物ないからね。じゃあちょっと審査に行きたいんですけれども、はい、際どい審査ですね。これはね、勝者先行のりっかちゃんかな。いやまあまあまあ、そうだ ね、まあ、ね、だって2人で出したからね。そうそう、これもさ、あれあれ僕もね書こうとしたから。いやまあ、うん、これがねもうやっぱその舞台裏ではもう既に行われてることだし、そうやっぱそう、なんか誰かが喋ってるとさすぐ誰か入ってくるじゃん。そうだ ね、まあ、結局なんかその1人抜けても1人入ってくるから、うん、だいたいなんかもうね、入れ替わり立ち替わりで朝までみたいなねパターンも何回も何回もあるから、たまに大状態になるからな。もうほんとたまに8人ぐらいで話してる時とかあるからね。あるね、あるある、めちゃめちゃある。全然あるから。なんか一回面白かったのがさ、俺なんか通話入りっぱなしになっててさ、はいはいはい、うん、でなんか気づかなくて、うん、急にイズイズがさ「おはようどうしたん？」とか言って入ってきてさ、あえとか思ってびっくりして、ガチの寝起きで入ってきてくれたんだけど、俺入ってる感覚がなかったからそっから2時間ぐらい、そうそうそう2時間ぐらい話してたけど、いやなんかそのなんて言うんだろうな、誰かそこにいたらじゃあ自分も話してみたいみたいな感じに僕は結構なるんですけど。そうだね、お二人話したいんだよね、とりあえずなんか、うん、まあね、男の子の集まりなんでね、まあ全然そういうのがあるのかなと思うんですけれどもはい、じゃあ続いての、おめでとうやった、ありがとう。なんかもらえるのかなこれ。そうですね、守れるか。これは一応あの商品出る予定で。あ、商品出る、はい、うん、ガゼンやろう、はい、頑張りましょう。ということでね、あの、はい、次のシチュエーションに移りたいのかなと思うんですけれども、いいでしょうか、はい、次は誰と誰ですか。じゃあちょっと僕の審判外れてどちらかの、じゃあやるわ、お願いします。さあね、俺勝ってるからまあ、うん、このまま連勝狙い、連勝をね狙いましょう。勝ち逃げよくないんで、はい、それでは次のお題でございます。題して友達のお家に泊まりに行った時あるあるでございます。あー、うん、マジ頑張ってやこちらはね、審判がアステル君で、僕とリッカちゃんの回答側ということで、はい、なるほどね。結構ね僕なんかありますね、うん、これはあるな。泊まりに行った時、うん、僕さ、はい、一緒に人と一緒に入れないんだよ、なんかその家の中に。君はそういうタイプやな。そうだから僕があるあるを理解できるかどうかすごいかかってると思うから、あちょっと複雑なこと書かれると、そこも噛みしながらもあるある感みたいな、複雑なこと書かれるとちょっとわからんかもよ。
ま、俺はこれ結構なんか分かりやすいところいけたような気がするけど、やっぱちょっと分かんないな、それちょっと。なんでもう早いよ早いよ。いいのそれで。かな。いやこれでいいわ俺書きました、僕書きました、はい、対決に行ってもらって、はい、これですね、これでいいんですね、はい、いいです、はい。じゃあ先行、前回勝者リカちゃんから、はい、じゃあいいですか、お願いします、出してもらったら。どうぞ、いきます。ででん、とりあえずそいつの好きなお菓子を買っていくです。これは気が利きすぎな気がするけどね、ど俺はね、俺からすればね。いやなんかね、飲み物とかはもう勝手に飲む前提としてお菓子買ってっから許せみたいな、お菓子で許せみたいな、なー感覚よ。ポテチをパーティー開きするみたいな感じだよね。そうそうそう、うん、まず事前にでも聞きますけどね、何が好き、あ、お家に泊めてもらう代わりにみたいなところもある。そう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 、あ、はい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 、みかじめな、みかじめ、なるほどなるほどね、これいいですよ、あるあるとして。うん、まあ僕は考えておきますかなと思いますけど。そんな機会がねえよ的なテンション。はい。アナデイズルさん、答えをどうぞ。お手洗い借りづらい。まあまあ、でもか、でも最終借りるような、これちょっとあの若干陰も踏んでるんで、これあのそこあ、お手洗い借りづらい、そうそうそう、なるほど、若干ねそこら辺も評価して陰ポイントもちょっとマイナスポイントですね。俺ね、これあの、うん、ロベさんの家に泊まりに行った時に、はい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 、マジでお手洗い借りづらくて、あのそのだ誰に対してもよ、俺はそもそもね、そのお手洗い借りづらいんだけど、ロベさんがめちゃめちゃその頻繁にお手洗い行くから、なんか逆に借りやすくなった、そこでね。ああ、家主が行くからね。家主が行くからまあって感じで、もうロベさんのところで限定で言うならまあ借りれたんだけれども、僕結構ねこれあるのかなって思うんですよ。感覚ではどうですか？感覚はない。うん、僕はねお手洗いが借りづらい感覚ない。そう。ない。確かねえな。全然ないですね。コミュニケーションが下手な人なんかなって。なんで僕友達の家に泊まりに行ってあるあるでそんなこと言われなきゃいけないのかちょっと分かりませんけどね。まあでも軽やかにパトイレ借りるよって言えた、まあ、ただまだこれあれですよね、そうそうそう、まだ負けてないんですよね。どうなんですか、まだ終わってないけど、お菓子を買っていくのはなんか、うん、確かにそういう経験あるなと思った、思ったけど、ある思ったけど、けどやる、なんか 100% やるかって言われたら、あーまあそうだ、やらんな、なんか仲いい人ほどやらんくない、リカちゃんのそれ、あ、まあ確かに仲いい人ほどやらんよね、だってまあ気づかない、仲いい、まあもう何回も例えば泊まってたと仮定しよう、うん、そしたら絶対じゃないかもしれんね、そう、なんか一番最初とかそれこそ、うん、なんかあんまり仲良くない、なんか A と B、うん、A 君と僕は仲いいけど、なんか A 君と仲いい B 君がいるときとかは割と、はいはいはい、まあ、ちょっと気使って持ってくみたいなのあるかもね、うん、3人で泊まったりとか、あでもそうそう、俺家庭として多分何人かで泊まる家庭なんだよね、だよね、だよね、分かる分かる、うん、だよなと思った、なるほどね、俺1-1って感じじゃないかな、1対1だったな、なんか俺の中のあれは、そうなの、まあローベルのチームも1対1だったからね、これはね、ちょっともう僕の感覚になっちゃうから全然いいですよ、申し訳ないんだけれど、はい、僕の感覚では勝者リカちゃん、やったぜ、2勝したぜ、自分経験的なところからあるからね、僕はそのお手洗いがちょっと借りづらいなと思ったことはないから、いやでもまあ見てる人でも思う人は絶対いると思う、思う人はねいると思う、やっぱそのきっかけみたいな難しいわけ、うん、あでもそれで言うんだったら俺風呂とかの方が借りづらいんじゃないかなと思う、確かに、だって風呂は絶対あるじゃん、風呂の方が絶対あるくない、でもなんか風呂の方がやっぱ、いやまあそうなんだけど言いづらいでしょ多分、なんかトイレってさ流すだけやん、そうだ、ね、僕なんかその金銭的になんかそのお風呂って水道代かかるから、いろいろかかりますからね、そう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 、だからちょっと考えちゃうとこあるから、ぬるめシャワー使っていいかなみたいな、お風呂借りていい、シャンプー借りていいとかなんかいろいろあるじゃん、そう、借りるものが、だから結構そこは気使うんじゃないかな、あーなるほど確かにね、うん、トイレはさしゃーないじゃん、だってもう生理現象だから、しゃーなしだね、そう、何も思わないから、なるほど、そういうところでございますね。でもすごいなんかあの
あるある、ほんなんかリアルなあるあるだなっていう感じがしましたね。もうある、あるぐらい、ある1個分ぐらいなんですよ、うん、まああるな。楽しかったでございます。はい、はい、したら、まあ最後は俺が審判して明日一対決してもらう感じですかね。勝者が選んでください。ねえ、俺がじゃあ最終ジャッジ、最終、この対決はポイントが3ポイント入ります。え、じゃあ森川ちゃん負けかけたポイントが3ポイント入ります。あれ超ポイントだった、はい、スペシャルポイントが入ります。なるほど、はい、じゃあ我々どちらも優勝者が決まります。優勝する可能性があると。なるほど、そうです、はい、頑張りましょう。やっぱね、でもアスイズにふさわしい問題を最後出せたらと思うんで、おですかね。よろしくお願いします。じゃあお題は、はい、お題じゃちょっとフォロスターズコラボあるある。なるほど、なるほど、コラボ。ちなみにですね、うん、最初に使った配信終わり、はいはいはい、長時間通話しがち、うん、と、あの開始直前まで別の話題話しすぎはなし。あー、わかりました。舞台裏じゃないですからね、若干ね、表での、うん、そうそう、表でのあるあるね、うん、はいはいはい。これは結構どうですか思いつきますか。まあ、あるあるって難しいけどね、やっぱね、絶対なきゃいけないからな。うん、まあ、こちらですねあー、うん、なるほどね、まあ、こちらですね。はい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 、うん、これはどうしますか。同時に発表した方がいいですか。同時で片方ずつに行くんです、ね、行きますね。まあ、全然そのいいですけど、どちらでも。まあ、これから見る限りではですね、はい、ほぼ同義なんで。はい、あ、わかりました。意味合いとしてはね、じゃあ、これ本人が読みますか。これ本人のニュアンスを伝えた方がいいかな。じゃあそうそうですね、もうそこから戦いは始まりますね、じゃあ、一回行ってから、おのおのが行ってからにしましょうね、うね、議論はね。わかりました。ああ ルッタンからでいいかな。ああ、お願いします。わ、はい、かりました。お願いします。僕は、カナデイズルがやかましい。はい、そしてアステル君声でかすぎ。なるほどねはい、まあこれはね、譲れないですよ。いや、こちらこそ譲れないですよ、それは。全然もう一番音量調節むずいもん、うるさすぎて。いや、うるさいし、それは小さいし。いや、感情の起伏が豊かなだけであってあの、はあ、機械が答えきれてない部分は、まあそれは機械が悪いです。じゃあもう改善できないんだ。いや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 、もうこれからもずっとうるさいんや。いや、メンタル的にはね、改善しようと思ってるんだけれども、でも改善できないんだよね。いやいや、変わらないんだよね、そこは。僕普通に自分がうるさくしようとして、うるさくしてるだけだから。あー、じゃあもう決定です。こいつが一番やばいやつ。ニュアンスで、もうニュアンスで、今日はちょっとうるさくしないでいこうって言われたら、もう全然できますから。でもそんな日なかったね。でも君はもうだってさ、ね、今技術的にできないわけでしょ、うん、もうこれ解決できないわけじゃん、今現状時点では。いや、じゃあ僕はもう明日からできるからね。もう今すぐにでもできるからね。じゃあやってみろよ、お前。もうでかっ、いや全然できる。全然できるわけよ、もう本当に。いやいやいや、そっちは恋にうるさくしちゃってるわけでしょ。それはもう過失だからね、そっちのね。もうそれが面白だと思ってやってたから。それを面白だと思ってるのは肩払いたいからね。おめえ一番やかましいんだよ。おめえの声が一番うるす。キンキンくんなよ、君よ。うるさい、うるさいわ。というわけで本日はここまででございます。今日は皆さんどうでしたか。いや、とても白熱しましたね。そうですね。結構楽しかったですね。とてもうるさかったですね。ああ、なるほど。うん、あの後ちゃんとしっかり怒られましたんで。はい。ということで、はい、まあ、その視聴者の皆様はね、こんな企画してほしい、まあ、こんなのが見たいとあれば、まあ、コメント欄で。なんでさ、でもクールな感じ。仲いいですからね、ホロスターズ。怒られたんで、そのね、ちっちゃい声でね、はい、やっていこうと思うと。ぜひ白熱する時もあるよということですね。ぜひぜひ皆さんの声で支えられてますテンションお願いします。はい、じゃあまた次回のわちゃわちゃホロスターズの楽しみということで。そうですね、はい、お二人から、はい、はい、じゃあまたね、さよなら、バイバイ。それでは告知です。告知その1、ホロスターズ春の行楽ボイス販売中ということで、ホロスターズ春の行楽ボイスがホロライブプロダクションブースにて好評販売中です。参加メンバーはボイスに加え、キービジュアルをイメージしたボイスドラマの販売を行っております。今回のボイスドラマは、影山支援、荒上オーガの3期生2名が担当しております。
もう結構ね、キービジュアルもなかなか涼しげでね、素晴らしいですね。ということで、販売は6月14日月曜日までとなっておりますので、お聞き逃しなく。告知その2、ホロスターズ2周年イベント開催ということで、ホロスターズ2周年イベント俺たちの決起集会2021の開催が決定しました。開催は6月25日金曜日、26日土曜日、27日日曜日の3日間でございます。出演は、25日金曜日は、アステルレダ、私カナデイズル、リッカちゃんの、3人で、26日土曜日は、花咲みやび、騎士道天馬アルランディスの3人で、27日の日曜日は、夕刻ロベル影山支援荒上オーガの3人で、お送りしたいと思っております。チケットグッズなどのイベントの詳細は公式ツイッターやイベントの、ホームページをご覧ください。なかなかね、その初めてのね、こういうイベントなのですごく楽しみに、我々もしております。ということで、各告知の詳細や最新情報は動画概要欄の URL やホロスターズ公式のツイッターをご確認ください。以上、告知のコーナーでした。